アインザッツグルッペン裁判の際のエイリ・ヒナウマンエイリ・ヒナウマンは、ナチスドイツ親衛隊の情報部 SD の将校。戦時中にアインザッツグルッペンの指揮官をしていた人物。最終階級は、親衛隊少将及び警察少将1905年、ドイツ帝国作戦王国マイセンの生まれ、16歳で学業を終えて、マイセンの町の商家にデッチ暴行するようになった。 1929年にナチス島に入島。はじめ突撃隊の隊員だったが、長いナイフの夜事件の後に、新衛隊へ移籍。1935年からフルタイムの隊員となり、ラインハルト・ハイドリヒの SD に配属された。対外情報部長、ハインツ・ヨストの下で働いた。その後、ニュルンベルクの保安警察監督官となる。ポーランド進行後、 アインザッツグルッペン6の司令官となる。さらに独ソ戦開戦後の1941年11月にアルトゥールネイベに代わってアインザッツグルッペン B 隊の司令官となり、1943年2月までの1年以上に渡り務めた。この関ユダヤ人をはじめ体制の人間を重殺し、特にスモレンスクでは1万7000人もの人間の死に責任を持っている。 1942年12月にナウマンは134,298人の処刑をベルリンに報告している。1943年9月から1944年7月にかけてはオランダの保安警察及び SD 司令官となった。ベルリンの戦いの際にはベルリンにいたが生き残っている。戦後、ニュルンベルク継続裁判の一つ。 アインザッツグルッペン裁判で、他のアインザッツグルッペン指揮官たちと共に起訴された。ナウマンはアインザッツグルッペンが、重殺のみならずガストラックによる処刑を行っていた、ことも認めた。死刑判決を受け、1951年6月7日、オズバルト・ポール、オット・オーレンドルフ、パウル・ブローベル、ベルナー・ブラウネラタのアインザッツグルッペン指揮官ともに、ランツベルク刑務所にて、 公式権が執行された。最後の言葉は私の処刑が正当化されたかどうかが示される時が来るでしょう。主よ、あなたの手の中に私の魂をお届けします。であった。ありがとうございます。